に出ることで神様はさらなる就活をしてくださるということに今回気づいたんです。それどういうことかっていうと、そっちの就活は物を減らすじゃないんです。僕のこの人生においてずっと引っかかってた気持ちの中で引っかかってたことをカバーしてください。思い残してたことをその実現するように動いてください。神様が勝手に。だからもう本当思い残すことがないってよく言うでしょ。死ぬ時にもう俺はこの世に思い残すことはない。そう、誰でも思い残すことがいっぱいあるんですよ。それを思い残すことがないということにするのも就活なんです。就活で結構僕はしてきたつもりだったんですよ。その時にあの昔にこの、ね、お笑い心理塾でも言いましたけど、あのそれこそ20年ちょっと前に大腸がんになって、で一応ねお腹切って、もう全部取り除いて6時間の手術で取り除いてくれたけれども、やっぱ目に見えないものは残ってると思うから放射線治療と抗がん剤治療で叩きますっていうのをもう断って、もうねフランスの聖地のルルドとかポルトガルの聖地のファティマに行って巡礼して、でなんとか生き延びてきた。で主治医は長く持って2年と言ってた。でそれがちょうど2年経って、で毎月やっぱり一応ね断層写真撮って検査はしてくれてたから、2年目の時に僕嫌みったらしくその主治医の美人の女医さんに、先生2年長く持って2年って言ったけど2年経ちましたねとか言ったら、あ安江さんの場合はね好き放題したでしょあんたとか言って、いやそうなんですよ、好き放題した、だって最大にあと2年と言われたら好き放題するでしょみんな。だから僕好き放題したんですよ、あれもしろ。だからエアストリーム戦闘機も買ったし、エアストリームも置いたし、家もぶち壊したし、それ以外にももっとしてたんですよ。なんで医者がそれ知ってるかっていうと、僕はねあの映画でターミネーターの映画でシュワちゃんがカシャーンってやるあのあれ持って打ちたくて、でわざわざ警察署に行って、あのシュワちゃんのあれでどうやったらモテるんですかって言ったら、もう犯罪人のような目で見られてお前何考えてんだとか言う、いやそれでも僕あれどうしても打ってみたいんですって言ったら、しゃあねえなって言って、じゃあ今度来月のいつにこの免許の試験があるからって言ってその書類くれて、でそれで実技試験とか筆記試験も受けて合格して、で晴れて銃砲店も警察署が教えてくれるんですよ。で銃砲店に行って何がいいんですかって、普通のみんなはね普通の猟銃でこうパカッと折って2発入れてる、そんなもんいりませんと、あの映画でシュワちゃんガシャンって言ってたあの、ね、ターミネーターのあれが撃ちたいんですって言ったら、ああいいよって言ってカタログで取り寄せてくれて、本当に実際に持って打ちまくってたんですよ。でただしその免許を取るときに医者の証明書が必要だった、精神異常じゃないと。当然ですよね。でいや医者にこう八木直樹に頼んでもね、当時まだ八木直樹知らなかったし僕は。で唯一医者で知ってたのは僕の主治医の美人の女医さん、外科です、専門外科です。で毎月僕のねあの断層写真撮って腫瘍マーカー撮って検査してくれてたから、毎月行ってたから、で行って「先生ちょっとこれにサインしてもらえませんか?」って言ったら「何?」って言ったら「何あんた銃の免許取んの?」とか言って「はい、まあ、まあしゃあないわね」とか言って、何の検査もしないのにサインしてくれてハンコペッと。でそれを持ってって晴れて取れたわけですよ。でそのことがあったので、その主治医は僕が好き放題したってのを知ってんです。銃も撃った戦闘機も買った何何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 って
でそこで2年経った時に、いや先生あの僕2年経ちましたけどピンピンしてますよって言ったら、あ安江さんの場合はね好き放題したでしょ、だから長生きできてんだよ、だったらみんな他の患者にも好き放題させたらどうですかってよっぽど言おうと思ったんだけど、まあ、それは失礼に当たると思って言わなかったんです。でもね本当に好き放題して、まあその時は治ったんですよ。治ったというかもう本当にそれ以来ずっともう二十数年生きてます、元気に。でもねそのやっぱり就活の時に好き放題するってのも一つの手なんですね。だからあの銃を、ね、持ったというそれだけじゃなくって、戦闘機買ったこれも好き勝手しました、エアストリーム買ったこれも好き勝手、親父が建てた立派な日本家屋を壊したこれも好き勝手、秘書の子に手つけたこれも好き勝手、もう好き放題すれば就活になってんですと、まあそういう考えも実は今まで あるにはあったんだけど、当面僕が好き放題して買ったもの置いたものは手放したんですね。だからもう銃しまって、この銃もありません、もう警察に返上してもう何にもありません、もう本当に殺風景なんです。そうなるとそれでもまだ心残りのものがあるでしょう。まだ高校生の頃にとかね、大学生の頃に、それがねなぜか実現するんです。物は増えるんですよ、だから物は増えるから本当の意味の就活になってかもなってないかもしれないんだけれども、自分が就活をする気になって今まで持ってたものを手放しちゃうと、代わりに昔から気持ちが残ってたもの、未練が残ってたもの、あこの世でまだし残してたことがあったなって言ってたものが出てくるんです。出てくるっていうか気持ちの上でそれ欲しいとかいう気持ちが出るんじゃないんです。気持ちの上では全くもうどうでもよくなってるんです、就活してんだから。にもかかわらずふらりとポイント来るんですよ。それが最近立て続けにあったんです。それ何かっていうとね、例えば僕が高校生の時、もううん十年